ルドキング。来たよ、船だ、トンカチ兄ちゃん。やったな、レンガ。親方の迎えがついに来たじゃん。あれは船じゃない、家じゃ。待てこら、この野良いが俺のズボンを返せ。なんじゃ誰かが家を追いかけてる。すごいスピードだよ。っていうかお尻出てる。なんて平和そうな登場じゃ。お尻は平和の象徴じゃないか。いや違うでしょ、何かトラブってるでしょ絶対。泥棒住宅め、解体してやろうか。一刀両断、うちの子。なんじゃ家が真っ二つに。おっ、あ、くっついた。へえ、ただの家じゃなかった説。あれは野獣だよ。剣謀なんだと。家の形に擬態する巨大な化け物がいるって僕の彼女がいつも言ってるんだよ。イチャイチャしてる時にいつも言ってる。状況はどうでもいいんだよ。ちなみに何番目の彼女だ。3番目だよ。そこも別にいいでしょう。野獣がこっちへ向かってくるぞ。逃げろ。ああ兄ちゃん、やるじゃねえか。そのハンマーはシャベルさんが使っていたものだな。お前がシャベルさんの弟子で間違いねえ説。やったぞ、これで平和じゃ。うわあ、悪夢は終わったんじゃ。誰か来たよ。なかなかやるじゃねえか。ん？それはビガーハンマーだな。そのハンマーはシャベルさんが使っていたものだ。お前がシャベルさんの弟子で間違いねえ説あるな。そうじゃ、待ってたぞ。お迎えの人やっと。てめえはまず胴上げ終われ。まだやってたのか。どんな出迎え方だ。失礼すぎるだろ。喧嘩売ってんのか。僕たちが親方の弟子です。お、ずっとあなたの迎えを待っていました。うん、そうか。うん、君はいいぞ。なんかいい、いい感じだ。さっき何で2回登場。名前を教えてくれ。君たちの名前が知りたい説あるから。僕はレンガ大工です。ワイはトンカチ、主に平和を築く大工じゃ。平和を築く。この海のどこが平和なんだ。沖は巨大な嵐に怪獣だらけ、乗ってきた船もコッパだし、治安悪すぎだろこの海。海の工事はまだ完成しとらん。でもこの島の平和は気づいたぞ。ビルドキングみたいに頑丈な平和じゃ。ビルドキングだぞ。そうか、そいつはすごいな。この世で最強の平和じゃねえか。俺はナナ、トビをやってる。シャベルさんは俺の師匠だ。つまり俺はお前らの兄弟子ってことになるな。同じ仲間、家族みてえなもんだ。よろしくな。よし、みんなでナナの歓迎会じゃ。野獣が起き上がっとる。しかもなんかさっきよりでかくなってないか。お前もしかしてリガーハンマーの裏で叩いた。裏？シャベルさん教えてねえのか。ビガーハンマーは破壊と修復を司るハンマーだぞ。表と裏があるんだ。
表は対象物に物理ダメージを与え力を伝える面、逆に裏は活力を与え弱った箇所の修復を促す面。つまり倒したつもりのお前の一撃で野獣は逆に活力を得ちまった説あるぞ。そんな、ほんとだ、ものすごいマッチョになっとる。逃げろー、なんじゃ？これはお宝だ！金銀財宝が野獣から吹き出した！なんで？家に擬態し近づくものを食べちまう古代のモンスターだが、ずっと擬態したままなのはなぜだ。ボディに木も根付いてるから、おそらく何十年何百年も擬態したままかもしれん。誰かが帰ってくるのを待っているのか。数日前、参ったな、船が大破しちまった。浜戸まであと少しなのによ。代わりの船を探さねえと。その前にうんこしてえな、漏れそうだ。閉めた、家発見。ひとまずトイレを借りるか。こらあかんねえ。おい、誰かいねえのか、開けてくれ。怪しい家だ、完全に訳あり物件だな。まあいいや、ひとまずうんこさせてくれ。ちゃんと海に出すから安心しな。ああ、びちゃびちゃだ。えっ、うわっ、おい待てこら、俺のズボンを返せ。この家にはもともと本当に誰かが住んでいたのかもしれねえな。金品を巻き上げながらさまよう家。かつてのオーナーは盗賊だったのか、今も主人の言いつけを守りながらこの家は帰らぬ主人を探し続けてる説があるかもな。ああ。トンカチ、その宝石はお前へのお礼のつもりだろう。久しぶりに生きる活力を直に食らって嬉しかったんじゃねえか。ああ、野獣。よかったの野獣、ワイがハンマーの表と裏間違えて。そこ、まあそこだけどさ。間違えてなかったら死んでたの。ギリギリ偶然助かってよかったの。素直なやつ。しかしこの野獣どっかで見たことあんだよな。あのナナさん、家に擬態する生物って他にもいるんですか。いるぜ。家食い。かつて俺たちトロル族の祖先は家の襲来によって絶滅の危機に瀕したことがあるそうだ。おとぎ話なんかじゃねえ。家は災いをもたらす存在だと家の王様ビルドキングすら災いの元凶だと先祖代々そう伝えられてきた。俺たちが今も家を襲うのはそのためだ。ビルドキングが災いの元凶？お前たちそれで家を…レンガ！危ねえぞ、近づくな。親方は言ってた。数あるビルドキングの中には天変地異からたくさんの生物を救った物件もあるんだって。この家もそんなに悪い感じはしないけど。レンガ。そうだな、ただよく見るとボロボロだけどな。ナナのうんこもついとるし。ついてねえよ、うんこまだしてねえから。野獣の住人ってどんな人だったのかな、興味深いね。中に手がかりあるかな。できれば探してあげたいけどな。野獣、中に入ってもいいか。無駄だろう、野獣はオーナーの言うこと以外聞かない説あるから。あ、玄関が開いたよ。どうぞってことか。え、マジか、野獣が自らドアを、心を開いた。みんな、野獣が中見ていいって言っとるぞ。本当？食べられちゃわない？怖いけど入ってみたい。野獣の中。この二人、野獣とはいえ家に好かれる才能があるか。シャベルさん、いいビルダーの原石見つけた説ですね。あ、そうだ、俺まだうんこしてなかった。おい野獣、今度こそトイレ貸してく。あ
ネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。